しよう。おじさん、私。どうしたらいいのかな。ごめんね、みんな。綾子、やっぱり出ていくんだ、お姉ちゃん。これ、見たんでしょ？そっか、綾子も見たんだ。三尾の野球推薦のことが心配？三尾のことだけじゃないよ。この先、他のみんなにも何かのチャンスが来たとして、私のせいでそれを潰すことになったら耐えられない。私は世の中を甘く見てたんだと思う。おじさんはそれをよく分かってたから、きっと刑務所に行ったの。だからってお姉ちゃんはここを出てどうするの？どこに行くの？しばらくはおじさんのそばにいようと思ってる。いつまで？おじさんが帰ってくるのまだ何年も先でしょ。おじさんはお姉ちゃんが朝顔出るって知ってるの？ううん、全部私が自分で決めたことだから。じゃあ私からおじさんに手紙書いておく。黙ってて。え？おじさんには私からちゃんと話すから。
うなんだと、なんとかやってそうかそうかガスだ、アジア街で火が出てるぞ。火元はアジア街の複数箇所でほぼ同時に確認されています。じゃあ放火ってことは消防はもう向かってんだろうな。避難の誘導はやってます。でも火の回りが早くて、おい、なんてこった。アジア街が全部焼けちまう。どうですか、いい眺めでしょう。あの炎の大きさが私の誠意だと受け取りいただきたい。それじゃあ我々とあなた方の永遠の絆と繁栄を祝して乾杯してもよろしいですかな。泉か、だいぶ背が伸びたな。おじさん、嘘、帰ってきたの？なんでこんな急に。驚いたか。ねえ、おじさんが帰ってきたよ。みんな、おじさんだよ。おじさん、大地、バカ野郎、帰りが遅すぎるんだよ。どんだけ待たせんだよ。すまなかったな、大地。おじさん、お前ら大きくなったな。何年ぶりだ、みんな。おじさん、本当に大きくなりやがって。おじさん、変わんないね。はるかお姉ちゃんは一緒じゃないの？そうだよ、後から来るんでしょ。いや、一緒じゃない。はるか、出かけてるのか。え、何言ってるの、おじさん。だってはるかお姉ちゃん、おじさんのそばに住んでるって。うん、そうだよ、そういう話だったよな。うん、うん、そうだろ、あやこ姉ちゃん。ごめんなさい、ごめんなさい。はるかお姉ちゃんが朝顔を出て行ったのは3年前。最初は電話くれてたけど、1年くらい前からは全然来なくなった。お姉ちゃんから連絡がなくなっておかしいとは思ってたんだけど、おじさんのそばにいるって言ってたから。はるか姉ちゃんにもう一回電話しなよ、今すぐ。連絡はいつもはるかお姉ちゃんから公衆電話でかかってくるだけだったし、携帯は朝顔を出た後すぐ解約したって言ってた。なんで俺らに何も言ってくれなかったんだよ。いつも姉ちゃんたちは俺らを子供扱いしすぎなんだよ。ごめん、でも
みんなを不安にさせたくなかった。それにもしかしたら本当におじさんと一緒に戻ってくるかもって。でもなんでだ、なんで遥姉ちゃんが出ていかなきゃいけなかったんだよ。俺たちうまくやれてたろ。遥姉ちゃん、泉たちのこと嫌いになっちゃったの？ううん、お姉ちゃんは私たちの重荷になりたくなかったんだよ。え、何それ、どういうこと？推薦の話があった時、ちょうどこんな記事が出たの。お姉ちゃんは自分のせいで朝顔のみんなが変な目で見られるのに耐えられなかったんだと思う。あの時は特に三尾の進路がどう転ぶかわからなかったし。なんだよ、それじゃ俺のせいかよ。いや、そうじゃねえ。お前のせいでも、遥のせいでもね。全部、俺のせいだ。おじさん。だから俺が、必ず遥を探し出して、この家に連れて帰る。綾子お姉ちゃんもひどいよね。今までずはるかの件、綾子もそれは、でも おじさん、はるかのこと、でもはるかは、そうしたら分かったよ。豆も昼、豆、いや、はるか、はるかの、そうだといい。はるか姉ちゃんが、俺、そうか、まったく、おじさん、俺たちはる、ああ、あ、おじさん、さっきネットでいろいろ調べてたんだけど、はるかお姉ちゃんに関する情報は何も見つからないんだよね。 SNS とか全…そうか、はるかにつ…もしかしたらな…じゃあ…すまないな。あのさ…三年朝顔…そう…もしかしたら俺が…おじさんは…でも…ああ…お姉ちゃん、そうだな、知り合い？ああ、秋山って男だ。あいつならすぐに電話で連絡。お客様がおかけになった電話番号は
現在使われておりません。番号をお確かめになってもう一度おかけ直し。おじさん、秋山って人。いや。え？電話がダメなら。でもそれじゃあ。そろそろ晩ご飯の準備しなきゃ。あ、おじさん。晩飯の準備か。うんうん、いいの。それにいつ。そうか。あのね、おじさん。おじさんが、はるかお姉ちゃんがこの。そんなことはない。だから。うん。じゃあ行ってくる。今度帰ってくる。こっちもいる。よく言う。カムロ町。秋山ってあまり長い。はるかお姉ちゃん。分かった。うん。それから今度は。そうか。またお前たちのその笑顔を見せてくれ。じゃあな。この町に帰ってきちまったか。おい、伊達さん。いえ、な、まあ、たく、誰からも、あ、で、うん、まっと、そ、長かったな。しかし、沖縄に、うん、伊達さんは、殺しが、カムロ町じゃ、中国ま、ああ、去年、ああ、その火事が、当時、焼けたな。で、そいつら、されて、真島と、ど、何、知らなかった。大悟が、本家の総、面識は、ああ、そうか。いや、そのために、はるかはど、秋山のこともっと言う。はるかの家、はるかは、俺も大きな、それで飽き、はあ、うん、しばらく急に聞いた話。何？すまんが、そろそろ、ああ、一応言っとく。なるべくなる。わかった。ああ、
久しぶりだな。もうびっくりさす。ってことは出所。いや、いいんだママ。あら、そうなの。それより。そうなの。本当に治安が。桐生さんも気をつけて。ああ、そうだ。何かしら。この辺りで。え？春。ずいぶん前の話。理由はいろいろあるんだが。そうなの。はるかちゃんとは。そうか。秋山の居場所を知る。ああ、秋山、少し前に変な事件に巻き込む。そうか。でも何か、あとこのママ。それじゃ。そこのおっさん、お小遣いもらえないっすかね。しつけがなってねえな。早く財布置いてけや。アジア街で飲んでたの？ええ、酔っ払ってわけわかんなくなっちゃって、気がついたらアジア街の店で飲んでたんです。おい、ほら勘弁してくれよ。おっさん、仕方ねえな。うっ、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 
しばらく寝てろ。すいません。あれ？久しぶり。本当に。マスター。聞きたいこと。スカイファ。ええ。あいつと。そういえば。そうか。ただ、その噂。そうか。はるかを。あれ？ああ。あ、そうだ。でも。すまないな。